あなたの好きな聖句は何ですかと最近尋ねられました。私が好きな聖句は第一ヨハネの手紙3章1節ですね。私が神の子供と呼ばれるために、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったでしょう。神に私を愛さないようにさせることはできません。自分が神の子供になるためには、自分がふさわしい人間かとか、自分が良い人だからだとかは関係ありません。すべては十字架の技によるのです。それは確かで力強く、永遠に永遠に変わることのない御業です。神はいつでも愛を与えてくださる御父です。いつもそこにおられる私たちにこちらも向いてほしいと願っています。私はアメリカの方で生まれました。母は熱心でクリスチャンで、父は科学者で無線老者のでした。皆さんのお察しのように完璧な家庭ではありませんでした。毎晩寝る前に、イエス様どうぞ父を救ってくださいと祈りました。私たち家族は日本に帰国しました。私は学校が嫌でした。友達ができず一人ぼっちでした。日本語ができなかったせいもありますが、自分の居場所がなく、唯一心の安らぎと逃れるのは音楽でした。不安な時、悲しい時、傷ついた時、音楽に逃げました。ピアノを弾くと、その時だけ平安がありました。けれども状況が悪くなり、私は神を疑うようになりました。やがて自分は神様から離れました。12歳の時、私は不良たちと釣り目始め、一緒に悪いことをしました。私は上司も大嫌いで、学校もみんなが大嫌いでした。クリスチャンというのは皆独善的で犠牲者だと思っていました。それよりも何よりも私は神が嫌いでした。私が神が嫌うことを好み、神が喜ぶことを特に嫌っていました。15歳の秋、私は警察に捕まりました。警察へ連れて行かれる途中で、私は神様に語られました。林ジョナさん、私はあなたに大いなる計画がある。今あなたがいる場所はあなたが本来いる場所ではない。その時私は神様本物だと気づきました。そして神様は心から知りたいと思いました。私を通っている学校を辞め、不良仲間とも別れ、主を探し求め始めました。生まれて初めて自分から聖書を読み始めました。それから間もなく川又牧師と出会いました。彼は他の人と違って喜びと愛にあふれていました。私を自分の息子のように接してくれました。川又牧師になぜそうできるのかを尋ねた時のことは今でも明らかに覚えています。神様が私を愛し、私を救い、私を変えてくださったからです。16歳の時、私へイエス・キリストを私の主だと告白する決心をしました。私は今自分の将来に夢と希望があります。私は心から微笑み、自分の過去を愛し許すことができました。イエスに出会ってから私の人生は変わりました。私の人生は変わりました。母が私のために祈ってきた答えが今の私です。母は日本のクリスチャンに特に重荷を持っていて、デボーションのデイリーブレッドを日本語に翻訳して主に仕えています。母の祈りは私の兄2人と私自身、そして妹の心と人生を変えました。2011年には神の憎しみにより父が救われました。
私たちはみんな神を心から賛美しました。マレーシアのクリスチャン高校を卒業した後、私はアメリカのシカゴにあるムーリー聖書学院に進学しました。2012年牧師学部を卒業し、2014年に同学院神学部の修士を取得しました。現在はケンタッキー州にある南部バプテスト神学校で博士課程を習得中です。今日主イエスキリストの憐れみによって、私はミズーリ州のセントルイスでトロイ第一バプテスト教会で牧師として仕えています。シカゴに住んでいる間はアップタウンバプテスト教会に4年間副牧師として務めました。私は最悪な罪人でした。差し出せるものは何もありませんでしたが、イエスは私のところに来て私を救ってくださいました。主に出会うと全てが変わります。どうしてそんなことはあり得るでしょうか。どうして そんなことが可能ですか。何が起きたのですかと尋ねるでしょう。この賛美歌の歌詞の通りです。驚くばかりの恵みなりき、この身を汚れ